イベントの感想をお願いいたします。感想としては、私はすごいジャックが好きなので、まさか一緒にお仕事できる日が来るとは本当に思ってなかったので、言い続けてきてよかったなっていうのが、もう本当感無量です。本当に嬉しいです、ジャックに会えて。ありがとうございます。いつ頃から好き？いつ頃だろうな、でも少なくとも LINE スタンプが出た時には知ってました。いつなんだろう、あれいつなの、ジャック、わかんないね、いつだったんだろう。でも気づいたら好きになってました。なんだろう、改めてまず、はい、どこの、どこが、でも、なんですかね、もう可愛い、さ、もう可愛い、なんて言うんだろう。でも私、白くて丸いものとか好きなので、あと、ゆるキャラっていうんですか、なんか割とそのキャラクターみたいなものって、でもここまでハマったのは初めて、ハマったっていうか、ここまで好きになったのは初めてなんですけど、嬉しいな。でもザックはやっぱりチャームポイントは私的にお尻だと思ってるので、お尻はこうツルツルなんですけど、でもあの本当はちょっと割れてるお尻がすごい可愛いな。ね、ね、ツルツルだもんね。グッズとかもいろいろお持ちになる。グッズものすごい持ってます。結構ほぼほぼ売ってるものは持ってるんじゃないかな。うん、そうなの。寝室にもリビングにもザックのぬいぐるみを置いてます。ザックいっぱいいるんだ、うちに。何点ぐらいあるって、なんとなくわかります。何点、あ、でも缶バッジとかシールとか小さいものも含めたら40点くらいあるかと思います。そう、いっぱい持ってるんだ、私。だから、だからすごいいっぱい持ってる。 T シャツとかも、今日これピンクなんですけど、これ衣装でいただいたものなんですけど、これの、あの、これとかは自分の私物で、今日これの色違いの本を着てきました、朝。これを着て、あの、出勤してきました。持ってたので、持ってるんだ、これ色違い。私物なのでシワクチャなんですけど、もう一応持ってます。これじゃない、色違いを。あの、はい、男性の好みとかも丸くてぽっちゃりしてる感じのが好きなんです。あ、でも細身の人よりはどちらかといえば丸くてムチムチしてる人の方が好きかもしれないです。あの、そこまで、ここまでちょっと大きいのは困っちゃう、困っちゃうんですけど、ごめんね。でも、釣れないで、ザック。でも、女の子の好みは、男性は白くてムチムチってあんまりいないと思うんですけど、それこそ、あの、小島春菜さんとか、すごい好きです。白くてムチムチしてる。好きなメンバーたくさんいますけど、特に好きな、女の子、アイドルがすごい好きで、アイドルは大体白くて、痩せすぎてない子が好き。ねえ、ザック、大きいね。頭大きいね、ザック。ああ、そんなことない。ああ、大きいよね。あの、ちょっと話、総選挙の話になっちゃうんですけども、はい、まあ、あの、ちょっとこの間の、速報が出まして、そうですね、まあ、ご自身はどんな感じで受け止めてますか？でも去年の結果が57位で、速報が80位だったので、まだまだ上がる可能性はあるなっていうのは、まあ、信じたいところなんですけど、去年の速報が80位中80位だったので、まあ、速報ギリギリ、まあ、スロースターターなのかなっていうふうに、あの、捉えてます。プラスに捉えていこうと思います。私はお祭りとして楽しもうと思ってるので。順位はあるんですか？目標順位は48位。そうですね、あの、昔、今では、まあ、300人近くメンバーいますけども、昔はやっぱり16人体制のチームが3つあって48人っていうことだったので、まあ、そういうわけじゃないんですけど、でも48には入れればなっていうには。まあ、あと2週間ぐらいあるのかな。そうですね。なんか、どう過ごしていこうというか、まあ、順位をアップするために、なんかこういう風なことをしていこうみたいなことがあるのかな。
あ、でもやっぱり握手会、昨日握手会があったんですけど、握手会とかでは日産ファンの人と選挙の話をさせていただいて、でもまだ入れてないからねっていう気づきくれたので、まだまだあるから頑張れる、大丈夫だよって励ましてくれたので、ザックも頑張ってって言ってくれてるので頑張りたいなと思います。選挙までブログ更新だとか、そういうあの握手会とかファンの人とのイベントは大切にしていきたいな。僕はあの 上位 の、まあ、その1位とか2位とか、まあ、その辺の人たちがどうなるかっていうのもかなり今年は特に注目されてるような気がします。そうですね。でも、まあ、個人的には同期の指原に1位を取ってもらいたいなっていうのもありますけどね。やっぱり福岡で開催されるので、多分本人もすごい意気込んでるとは思うので、頑張ってほしいな。最近ハマってるアニメとかってありますか？アニメですか、はい、もう俺物語。俺物語、はい。それ以外で何かありますか？それ以外で、それ以外で難しいな。それ以外か。あ、でも最近っていうわけではないんですけど、ラブライブはすごい好きで、ちょっとそろそろコスプレにも挑戦してみようかなって思ってます。そうなんです。やっぱり夢が声優っていうのは変わらずやっていきたいな。そうですね、はい、声優になることを目標に今いろいろ活動してますので、 AKB48 にいるからできる声優の仕事だったりとかも今やれていけたらなと。